今月の少女は韓国の一二人組女性アイドルグループブロックベリークリエイティブ所属グループ名のラテン語表記ルーナはハングル表記のの文字の初声を並べ替えるとアルファベットのルーナの文字に似たになることに由来する韓国のマスコミ報道ではと表記されることが多いメンバー構成は韓国人11人香港人1人である 2016年9月から原則として毎月1人ずつのペースで新しいメンバーを公開し各メンバーによるソロ活動や2から4人前後のグループ内ユニットでの活動を経て2018年8月にミニアルバムのタイトル曲 HiHi Hi で12人全員の間全体としてデビューした。プレデビュー期間中では各メンバーの名前をタイトルに関したシングル CD が計12作品 グループ内ユニット今月の少女のミニアルバムが敬語作品発表された。通常のアイドルグループはグループユニットソロの順でデビューするが今月の少女はソロユニットグループの順で登場した逆発想戦略である。最後に発表されたメンバーであるオリビアへは2020年に SBS ラベフムの番組で私はデビューの1ヶ月前に会社に入った。 私と共にユニットグループとして活動した数人は練習生生活をせずにデビューした。公開の順番を待ったことはない。会社が良い評価をしてくれてデビューしたと思うと発言した。つまり、プレデビュー期間中でもメンバー集めのオーディションを実施していたようだ。グループのコンセプトを立案したのは、チョン・ビョンギである。チョンは10代の頃は趣味でブロガーとして音楽評論を書き、 2000年頃からアーティストの発掘や育成、アルバム企画、制作、曲目管理などを指揮する A&R として活動してきた。ブラウン・アイド・ソウル、神話を皮切りに、数多くの人気グループに関わってきた。JYP エンターテインメント在籍時には、ワンダー・ガールズ、午後2時、午前2時、ミス・ A などを手掛けた。その後、ウリームエンターテインメントの理事として、 インフィニット、ラブリーズなどのプロデュースを手掛けた後、2015年には、ブリームを離れ、今月の少女に関わった。2018年からは、ソニーミュージックコリアの常務務務務務めている。今月の少女におけるミュージックビデオでは、クリエイティブディレクター、ミュージックプロデューサーの肩書きを名乗っていた。チョンはメンバーを順次一人ずつ公開し、三つのユニットで活動したのは、 立体的なチームを作ろうとしたためだった。今月の少女のプロジェクトは以前から計画しており、この企画案を実現できる事務所との出会いを待っていたと語った。チョンはこのアイデアを30数社の企画会社に持ち込んでいた。チョンによるとグループの世界観、ルニバースを45のパートとして構想したが、ブロックベリークリエイティブの経営人と対立し、2019年に 発表予定だったバラードアルバムの構想は破棄され、同年8月にグループのプロデュースから去った。ルーナユニバースに戻ることを期待していると彼は語り、女性グループを日本市場に持ち込むための会話が進行中であると、2019年11月に配信されたインタビュー記事で述べていた。2020年2月に発表されたミニアルバムでは、 SM エンターテインメント創業者のリヒデミツが音楽プロデューサーとして参加した。他の事務所の歌手のアルバムに参加したことは異例のことだった。今月の少女が SM 所属グループである NCT127 の曲 Cherry Bob のダンスカバーを2019年5月に発表し、この動画を見て可能性があると判断したのがきっかけだった。今月の少女は デビュー時の制作予算として99億ウォンを投入し、各メンバーのデビュー時におけるソロ曲、ユニット曲のミュージックビデオでは、韓国トップクラスの映像集団でジペジを起用し、フランス、イギリス、日本、アイスランド、香港、オーストラリアなど世界各地でロケを実施した。所属事務所である、ブロックベリークリエイティブを指揮している会社、リバイトユナイテッドのイ・ジョンミョン代表によると、 活動資金の調達ではアメリカ、日本、韓国の企業からの投資もあった。全体制作費用のうち50%以上は外部からの投資で日本の IT 企業ドーナツも投資に参加した。YouTube の公式チャンネルではデビュー当初から今月の少女探求と題したシリーズの動画でミュージックビデオにおける撮影の舞台裏や各メンバーのトークなどを数多く公開している。 2018年5月にはイベントプロモーション会社であるライブネーションとの提携が発表され韓国内や海外ツアーなどのライブにおける運営を委託したファンクラブ名はオービットである韓国のテレビ音楽番組ではネットで2020年3月12日に放送された音楽番組エムカウントダウンで初めて1位を獲得したのタイトル曲ソフォワット 韓国企業評判研究所が発表しているガールズグループブランド評判ランキングでは2020年3月に初めて1位を獲得した。グループ内ユニットアットアイサークルが2017年9月に発表したミニアルバムミックスマッチはアメリカでは iTunes の K-POP アルバムチャートで2位。同アルバム収録の英語詩楽曲ルニティックは 同じく iTunes の K-POP 音源チャートで3位を獲得した。2018年8月発表の完全体としてのデビューミニアルバムはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、シンガポール、フィリピンの計6カ国の iTunesK-POP アルバムチャートで1位を獲得。また、アメリカのビルボードワールドアルバムチャートでは4位にランクインした。リードシングル、フバリットの ミュージックビデオは YouTube での再生回数を国別に分析するとアメリカ、韓国、ブラジルの順で多かった。2019年2月発表のリパッケージアルバム XX はアメリカ、オーストリア、スペイン、フランスなど26カ国で iTunes アルバムチャートで1位にアメリカ、 カナダなど5カ国の iTunes K-POP チャートで1位を獲得した。同年10月18日にはアメリカの iTunes メインチャートで1位を獲得した。同チャートで韓国の女性グループが1位を獲得したのは TWICE、RED VELVET ベベに続いて史上3組目だった。2019年12月2日付のアメリカ iTunes の K-POP ソングスチャートでは クリスマスソングであるザ・キャロルが1位になった。2019年12月発表のリードシングル365はアメリカを含む22カ国の iTunes チャートで1位を記録した。これによりアメリカの iTunes ではシングル、アルバム量チャートで1位を記録したことになる。この記録は K-POP グループの中では BTS に次ぐ2番目だった。 アメリカビルボードワールドデジタルソングセールスチャートでは1位を獲得した。2020年2月発表のミニアルバムは56カ国の iTunes アルバムチャートで1位になった。ビルボードワールドアルバムチャートで4位、タイトル曲ソホワットはワールドデジタルセールスソングチャートで4位になった。2020年4月に発表されたメンバーのジンソルによるソロ曲 時間は一回りしては、トルコ、シンガポール、フィンランド、アルゼンチン、タイ、メキシコなど30カ国、地域の iTunes チャートで首位を獲得した。アメリカビルボードワールドデジタルソングセールスチャートでは2位を獲得した。2020年8月1日には、アメリカ公式サイトがオープンした。2020年10月発売のミニアルバム、12時は、アメリカビルボードのメインチャート、 ビルボード200に112位でランクインした。ビルボード200へのランクインは、ボーア、少女時代、2NE1、トゥワイス、ブラックピンクに続く、K-POP 女性アーティストとしては6番目の記録で、中小事務所所属のガールズグループとしては初だった。ビルボードでは8つのチャートに登場した。アルバム発売3日で、iTunes のアルバムチャート51カ国1位。 iTunes のアルバムチャートはアルドワイド3日連続1位、米国ローリングストーン、トップ200チャート2週連続ランクイン、イギリスオフィシャルチャートである、オフィシャルアルバムダウンロードチャートのトップ100入りなどを記録した。アメリカのラジオネットワーク、iHeartRadio が主催する年末音楽祭、ジングルボールの事前公演である、ジングルボールビレッジ2020年12月11日放送に出演した。 事前に収録したライブとコメントが放送された。と、I'll Be e a s のミュージックビデオは東京で撮影された。2019年5月末にはメンバーの偉人、ウが t v n d ンと制作のインターネット番組、畜熱アーの撮影が東京で実施された。イ・ジョンミョン代表は2019年2月のインタビューで日本では同年夏の活動の準備を進めていて、 ユニバーサルミュージックとの契約締結を用意していると述べていた。2019年8月初頭にはメンバー全員が来日し、1日にはアマゾンジャパン2日には s p o t i f y ジャパンのオフィスを訪問した。千葉市の幕張メッセで開催される KCON2020Japan では4月5日に出演予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止された。 2020年5月24日には日本向けオフィシャルファンクラブオービットジャパンが設立された。各ユニットの設定では以下のような世界観を持っている。今月の少女関連のミュージックビデオにおける独特の世界観はルーパイデルタバースと呼称されているが、その内容は抽象的な映像で表現されていることからファンがインターネットで考察や解釈をする動きもある。 なお、前述した3つのユニットでは、最年少メンバーである余人は参加しなかった。また、各メンバーのソロシングルにおけるカップリング楽曲では、曲ごとに2から3人のメンバーが一緒に歌唱した楽曲もある。ミニアルバムリパッケージアルバム、シングルミニアルバム今月の少女1、サンアットアイサークルワイ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 、ありがとうございます。